FBI が保有する対テロ特殊部隊、HRT、人質救出チームとは、米国最大の警察機関である FBI、一般の警察機関とは違い、米国全土を管轄としている FBI は、テロや強盗などの凶悪事件に対処する機会も多い。そういった危険性の高い事件に対処するため、FBI は1983年より独自の特殊部隊を編成した。それが HRT である。HRT とはホステージレスキューチームの略であり、日本語に訳すと人質救出チームとなる。しかしその対処任務は人質救出にとどまらず、犯人の追跡やテロへの対処など多岐にわたるとされている。HRT の隊員には3年以上の現場経験や、優秀な評価などが必要とされ、警察組織の特殊部隊といえど、えりすぐりのエリート揃いであることが見て取れる。これらの要件を満たした志願者は、2週間にわたる過酷な選抜過程を経て隊員となる。選抜過程をパスし、晴れて隊員となると、次は訓練所にて5ヶ月にわたる訓練を受ける。ここで新隊員は拳銃の射撃術や医療訓練など、現場で必要とされるスキルを学んでいくこととなる。訓練には米陸軍の特殊部隊デルタフォースや、米海軍のシールズチーム6、西ドイツの GSG9 やフランスの JJN、イギリスの SAS までもが協力しているとされ、そのレベルの高さが伺える。高度な訓練を受けたエリートによって構成される HRT は、その装備も本格的で、軍の部隊とも遜色ないものとなっている。隊員は現在米軍でも使用されているマルチカム迷彩の、戦闘服を身にまとい、軽量のヘルメット、プレートキャリア、カービンライフルなど、狭い屋内でも動きやすい装備を使用している。また HRT には専属の補給係がおり、隊員が欲しいと思ったギアを調達したり、作成してもらうことが可能となっている。さらに、部隊の迅速な展開を可能にすべく、HRT はブラックホークやリトル、バードといったヘリコプターを、所有している。そんな HRT が生まれた背景には、当時の世界情勢が関係していた。1970年代、80年代には、武装組織などによるテロが相次いで発生していたのである。その中でも特に有名なのが1972年に起こった、ミュンヘンオリンピック事件。ミュンヘンでのオリンピック開催中に、パレスチナの武装組織である黒い9月が選手村に侵入し、イスラエルの選手11名を人質に取った事件だ。最終的には追い詰められた犯人の自爆によって、人質全員が死亡してしまうという最悪の結末を迎えたこの事件は、世界の警察機関に衝撃を与えた。特にアメリカでは1984年にロサンゼルスオリンピックを控えており、このような大惨事を何としても未然に防がなければならなかった。当時から FBI は SWAT 部隊を編成していたものの、その任務はあくまで凶悪犯の検挙などにとどまっており、対テロ作戦には明らかに役不足であった。また、非常事態には軍の特殊部隊が突入することも想定されたものの、彼らは警察組織ではないため、殺害ではなくあくまで逮捕が目的の任務には向いていない、ということが明らかになった。そこで、FBI による対テロ特殊部隊を創設する案が浮上してくる。実際に行われた演習においても、軍の特殊部隊は有り余る武力で敵を制圧していたのに対し、FBI の部隊は射撃を最低限にとどめ、武装したテロリストのみを排除するなどその差は一目瞭然であった。こういったことから、警察組織による対テロ特殊部隊という案は、徐々に民衆にも受け入れられていき、1983年、HRT は FBI によって創設されることとなる。部隊の特性上、あまり表立って目立つことはない HRT だが、国内で凶悪事件が起こった際最後の砦となる彼らは、今日も厳しい訓練に明け暮れている。というわけで、今回は FBI が保有する対テロ特殊部隊、HRT について解説しました。このチャンネルでは今後もミリタリー関係のことについて、解説していく予定なので、もしよければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。